今週はうから始まる芸能人です、はい、うんこのうですねうんこのう、まあ、合ってますけどね、はい、上村かな。校舎3階の個室トイレを3回ノックし、花子さんいらっしゃいますかと質問すると、いるんやでと叫びながらアコギを片手に飛び出してきて、9分にも及ぶ長ったらしいトイレ漫談を披露するリアル花子。課長師匠、課長師匠って感じですね。ラジオ長寿ギガジャクソン。梅津和夫、年齢よりも童貞歴の方が長い不思議な三節婚。武器ですね、三節の節がね。ラジオ三平、内田裕也、ニューイヤーにとんでもない連中を集め、ロックフェスティバルと称したチンピラ大運動会を開催している住所不定無職の老人。キキキリンに黒電話の受話器で頭を殴られて以来、ロックンロールとシェゲラベベしか言えなくなってしまった住所不定無職の老人である。代表作白龍。白龍じゃないですけど、作ってないですけど、白龍製造してないですけどね。大丈夫、長寿ギガジャクソン。内村航平、池谷幸雄がメダルを取れたなら俺も取れるだろうと思い、軽く練習し適当に池谷幸雄を超えた男。余談だが、池谷幸雄は浮気をしているので将来地獄に落ちる。なんでうから池谷に持ってったんだよ。内村航平のこと言えよ、プロフィールなんだ。ラジオネーム三平、うん、宇崎竜道、日本で唯一のボスジャンコレクター。季節を問わず常にボスジャンを着ているため、周囲の人間からボス呼ばわりされているが、本人はまんざらでもない様子。ボスジャン着てるね、着てるね。ねえ、ラジオ北別府、ウド鈴木、相方のごめんなさい、相方の秋元康にプロデュースされていなければ頭のおかしい人で終わっていた金髪変態クズ野郎。代表作ブラックマッシュルームビスケッツ。大丈夫、タケミ、梅沢富美男、どう見ても19歳なのでタバコを噛むとき年齢確認されてしまう童顔界のプリンス。大丈夫、三平、梅田直樹、梅ちゃんってやつですね、はい、まさか翼元夫という、はい、日経サイエンス、ニュートンと並ぶ三大科学雑誌の一つメンズエッグの読者モデルだったが、紆余曲折を経て現在は住所不定無職のメンズエッグ読者になり下がっている。いや、さてさっきもあった住所不定無職のやつばっかり探すんじゃないよ。ラジオネームゴルゴ31、浦沢直樹、20世紀少年の作者、ブスとセックスするときは顔に友達のマスクをかぶせ顔写する悪魔的に変態なエロ漫画家。いや、すごいな。ブスとセックスするとき顔に友達のマスクかぶせるっていうのもなかなかあるけど、こっちがかぶっちゃうっていうのはあるけどね。けどね、じゃないんだ。乗っかんじゃないよ、そんな。大丈夫、北別府、うん、上田正史、ストーリーを思いつかないという漫画家として致命的な欠点を持つため、下ネタ、小ネタ、マニアックネタなんで、なんとか4コマを毎日毎日しのいでいる綱渡り漫画家。代表作チンポコちゃん、フリチンくん。フリテンくんね、フリテンくん。FM 三重、ダイナ和秀の事件簿、宇多田ヒカル、人間活動に専念したいというクソつまんねえ理由で仕事をぶっちしまくっている笠井智美系おばさん。笠井智美系ってのがもうできてんだもん。宇多田系だろ、じゃあ逆だろ。ラジオ三平、宇多田ヒカル、初出演のヘイヘイヘイでダウンタウン様にタメ口を聞いたアメリカ仕込みのシンガーソングビッチ。
現在はヒッキーと名乗って豪邸に引きこもっている。ラジオネームラッパーザキバチョフのウーピーゴールドバーグ。ハリウッドを代表する女優。少しでも嫌なことをされると切れて相手に母乳をぶっかけるわがままゴリラ。言いたい放題、言いたい放題だな、もうひどすぎる。ラジオネームペケミニ。うちの正明。幼少期近所に住む白髪で研究者風の老人から車の中で女性のおっぱいを揉むとその車はタイムマシンになるんじゃよと言われたことを真に受け、その日以来何度もタイムスリップにチャレンジするがフライデーに取られ未来が変わった以外は何も起こらないので、最近になってようやくジジイに騙されたと気づく。代表作ファックトゥーザティーチャー。言ってえな、ほんとな。ラジオの夜嫌いの夜行性。宇都宮みどり。本名井川美恵子。旧姓宇都宮。日本のタレント、女優、作家。相川金也の玉金の管理人を務める。楠田恵理子、平野レミなどと似ているが、もしかしたら三姉妹なのかもしれない。いや辞書にしますから、もしかしたらって入れないでください。ラジオネームベーキングパウダー。ウォーレン・クロマティ。元プロ野球選手、愛称はクロー。勝敗がつくまで試合を続ける大リーガーとは違い、引き分けがある日本のプロ野球に対する違和感を妹とキスするみたいと表現したことでも有名。出ないですね。ラストぐらいにしましょうか。この子多いけどあんま好きじゃないな。これにしよう。FM 宮崎だまし屋スケシン。宇梶隆。バラエティ番組やドラマに出てそこそこの結果は残すものの、体勢はしない器用貧乏なゴーレム。ね。